ドラえもんのび太の大魔教は、藤子、F、藤代によって執筆され、月刊コロコロコ,ロコミック1981年9月号から1982年2月号に掲載された大長編、ドラえもんシリーズの作品。および、この作品をもとに1982年3月13日に公開されたドラえもん映画作品。大長編、映画ともにシリーズ第3作。 同時上映は、怪物くんデーモンの剣、忍者ハットリ君、ニンニンニンポ日記の巻。また、2014年に、本作のリメイク作品である、ドラえもん神、のび太の大魔教ペコと5人の探検隊が、公開された。アフリカの秘境にある犬の王国、バウアンコ王国を舞台に、ドラえもん、のび太らの冒険と活躍を描いた作品。犬の王国が舞台ということで、 本作ではペコたち、犬のア人類が登場する。大長編、ドラえもんの題材として、地球において、人間のいる地上とは隔絶された地域で一進化を遂げた人類とその世界での冒険が何度か取り上げられるが、その観点では、本作が最初となる。SF として、作中でも犬の進化について、進化論をもとにした科学的な説明がなされている。漫画だとなつ。 映画だと春。大長編及び映画としては出来すぎが初登場する。出来すぎは冒険に参加することはないものの、本作の冒頭部分で、ヘビーズモーカーズフォレストについてドラえもんとのびたに解説。以降の登場作品でも、出来すぎは冒頭部分で、のびたたちや読者、視聴者に知識を解説する役割を果たす。原作連載当時は、アメリカ合衆国と、 ソビエト連邦が冷戦の最中であり、出来すぎはアメリカとソ連が人工衛星を打ち上げまくってると話をしている。映画版になるといじめっ子からいい奴に変化するとファンからも評されているジャイアンだが、本作においては我の強さを発揮して一向を危機にさらし移行時になって孤立してしまうシーンが描かれており、戦いの中でみんなと和解し団結して危機に、 立ち向かうという筋運びで丁寧に掘り下げられている。本作品は静香が伸びたジャイアンスネオの三人をくんづけで呼ぶ劇場版としては最後の作品である。次回作の伸びたの海底記いわき以降は三づけで呼んでいる。本作品以降ドラえもんが帽子をこむることがある。 特に本作品のキャンピングハット、のび太の海底機いわきのカメレオン帽子、のび太の魔界大冒険の魔法帽子の3作連続、藤子、F、藤尾は作品の出来はいいとしたものの、私の世界を理解していない。監督を変えてほしいと、新映動画の久すべ吉郎に指示し、自作より監督が、芝山つに変更された。本作品の制作は遅れ気味だったようで、 3月初めにヤクルトホールで開催予定だった特別試写会は開催当日にフィルムが間に合わずすでに観客が会場を入りしている時間帯に中止となったこの作品からオープニングテーマがドラえもんの歌になりバージョンを変えながらのびたのワンニャンジ空伝まで使用されたコロコロコミック創刊5周年記念作品またこの作品からエンディング曲が ポケットの中にではなくなった。春休み。胸躍るような大冒険を求めて、のびたたちは、偶然拾った野良犬、ペコを引き連れ、謎の巨神像があるというアフリカ中央部のヘビースモーカーズフォレストへやってきた。秘密道具が少ない中で、数々の危機をくぐり抜けた末に、彼らがたどり着いたのは、外界から閉ざされた環境で進化した犬の国、バウアンコ王国。 そしてペコはその国の王子、クンタックだった。しかし、王国はラブランダー大臣に支配され、禁断の古代兵器を用いての外界侵略が始まろうとしていた。クンタックと一緒にいたドラえいもんたちは、お尋ね者として指名手配され、似顔絵が張り出されてしまう。クンタックの亡き不王の親衛隊長、ブルススによれば、王家には王国が危機に陥ったとき、 10人の外国人が巨神像の力を持って国を救うという言い伝えがあるという。外国人は伸びたたち5人しかいないものの一同はこの危機を打開するため巨神像のところに向かう。激戦の末辛くもサベール隊長を退ける伸びたたちだったがダブランダー大臣の繰り出す主力軍に追い詰められる。しかし先取り約束機を使った静かな起点により勝利。 王国を救うのだった。映画34作目として、同作品のリメイク、映画ドラえもんシン、のびたの大魔境ペコと五人の探検隊が2014年3月8日に公開された。監督は、役は新之介、脚本は、清水東が担当。ドラえもん映画作品、ありがとうございます。